イピリムマブは、クトラマイナス4を標的としたモノクローナル抗体で、免疫系の抑制解除による抗がん作用を狙った医薬品である。商品名ヤーボイ。開発コード MDX-010、MDX-101。細胞障害性 T 細胞は、がん細胞を認識し破壊する能力を持つが、それを抑制するメカニズムが存在する。 イピリムマブはそのメカニズムを解除して CTL の機能を発揮させる。イピリムマブは皮膚癌の一種である悪性黒色種の治療薬として2011年に米国 FDA に承認された。欧州では2011年7月に、英国で2012年11月に、日本では2015年7月に承認を取得した。小細胞肺癌び小細胞肺癌、膀癌、 定位性ホルモン治療抵抗性前立腺がんに対する知見が進行中である。米国では進行性、または手術不能の後期悪性国職種に対して承認された。2012年2月、カナダ保健省は他の全身療法が無効、または忍ばず姿の切除不能の進行悪性国職種に対して承認した。欧州では 天意を有する悪性黒色種のセカンドライン治療薬として承認された。日本での効能、効果は根治切除不能な悪性黒色種である。添付文書に記載されている重大な副作用として、が挙げられる。イッピリムマブでの治療は、T 細胞の活性化及び増殖による重篤で時に、致死的な副作用を伴う。重篤な副作用は、多くの場合消化器で発生する。腹痛。 腹部傍慢、便秘、下痢などである。その他、発熱、呼吸困難、排尿困難も発生する。リスク評価、リスク緩和戦略に起きうる副作用について記載されている。重篤な下痢、大腸炎、消化管専攻が現れることがある。投与数ヶ月後に発現して死亡した症例も報告されているので、投与中だけでなく投与終了後も観察を十分に。 行う必要がある。イピリムマブは、レフルノミドやベムラフェニブと併用すると感毒性を生じる。副腎皮質ホルモンの予防的全身投与が有効で、あるが、ステロイドの投与は、イピリムマブの免疫関連副作用の原因となる。工業固薬を投与中の場合は、消化管出血のリスクが増加するので、定期的に観察する必要がある。T 細胞は、 がん細胞を認識し破壊することができるが、生体に備わる過剰な免疫応答への抑制機構により、しばしば十分な高腫瘍活性を示すことができない。イピリムマブは、この抑制機構を解除して、高腫瘍作用を発揮させる。一般に、がん細胞は正常細胞にはない変異タンパク質を発現しているため、免疫系は、この変異タンパク質に由来する。 癌細胞特異的な抗原を利用することで、癌細胞を識別、排除することが可能である。樹状細胞は、主要抗原を認識し、癌細胞を同定するための目印として、リンパ節で細胞障害性 T 細胞に提示し、同じ抗原を発現する癌細胞を排除するよう指示を与える。抗原提示の際、樹状細胞は、 抗原の他に補助刺激分子 B7 を介して CTL の持つ B7 受容体を刺激し CTL を活性化する。刺激を受けた CTL は続いて CD28 よりも B7 に約20倍強く結合する別の B7 受容体細胞障害性 T リンパ球抗原4を発現し CTL の活性化を抑制するシグナルを伝達することで過剰な活性化を防ぐ。 また免疫系には自己抗原を提示する正常細胞が誤って、障害されないよう免疫関与と呼ばれる機構が働いており、末梢での免疫関与には制御性 T 細胞が中心的な役割を担う。主要細胞といえども提示する抗原の多くは正常な自己抗原であるため、制御性 T 細胞は自己に対する免疫関与を維持すると同時に、 主要に対する免疫監視機構に対してもかえって、疎外的に働いてしまうことがある。クトラマイナス4は、抹消での免疫関与に関わる、制御性 T 細胞で常にこう発現している。制御性 T 細胞の発現する、クトラマイナス4は、樹状細胞の B7 を、差し押さえて CTL の CD28 と、あまり結合できないようにし、CTL のプライミングを抑制することで、 やはり過剰な免疫応答の抑制に関与している。イピリムマブは、クトラマイナス4に結合して CTL に対する抑制性のシグナルを遮断するので、プライミングや抹消免疫関与における免疫抑制の解除により、高腫瘍免疫活性を増強する。こうした作用基準から、イピリムマブでは、容量増加等により、高腫瘍効果よりも、 自己免疫反応などの副作用が増強されてしまうことがあり、注意が必要である。2000年代に悪性黒色種、人細胞癌、前立腺癌、尿路上皮癌、卵巣癌に対するイピリムマブの臨床試験が実施された。2007年までに2種類の完全ヒトコウ、クトラマイナス4モノクローナル抗体の臨床試験が実施されている。イグ1のイピリムマブと、 イグニのトレメリムマブである。患者の2割は生存期間が4年以上であり、10年を超える患者もいる。2007年12月、イッピリムマブの悪性黒色種に対する臨床試験3本の結果が公表された。これらの試験には487名の進行皮膚がん患者が登録された。試験のうち1つは155名の患者で、 実施されたが、走行率が10.0%以上との当初の目標に届かなかった。副作用は、牛ろ甲、下痢、肝炎であった。2010年に公表されたイピリムマブと GP100 の比較試験の結果は、中央生存期間がイピリムマブ群で10ヶ月 VSGP100 群で6ヶ月であった。1年生存率はイピリムマブ群で46%。 GP100 群で25%、両治療を受けた群で44%であった。第3章比較臨床試験の対象群は、型破りなものであり、議論を呼んだ。通常は疑薬または標準治療が採用されるが、同試験では、イピリムマブ単剤と GP100 単剤、並びに、イピリムマブ GP100 併用群が設定された。 一ピリムマブ単剤群の生存率は GP100 単在より高かったが GP100 の毒性のため対象群が十分に効果を発揮したか否かは明らかではない。2008年から2009年にかけて転移を有するホルモン治療抵抗性前立腺がんに対する大愛2愛用量全臓臨床試験が実施された。進行性前立腺癌患者の一部では腫瘍が劇的に縮小し、 次の臨床試験が実施されることとなった。2009年6月、イピリムマブの第2愛臨床試験に参加した患者2人で手術不能であった状態から切除可能な程度まで使用が縮小し、切除後段階が続いていると発表された。この発表はしかし、時期焦燥でやや不正確であると批判された。臨床試験は未だ早期の段階であり、 また患者に施された他の治療が腫瘍縮小をもたらしたとも考えられた。イッピリムマブの特徴について何かを述べるのは未だ早すぎる。小細胞肺がん、または非小細胞肺がんを対象にカルボプラチン系化学療法へのイッピリムマブの上乗せ効果を確認する第2アイ床ン試験が実施された。小細胞肺がんではアープフスは 疑悪群5.26ヶ月に対して、同時併用群5.68ヶ月、蓄字使用群6.44ヶ月であった。また、飛翔細胞癌では、アープフスは、疑悪群4.6ヶ月に対して、同時併用群5.5ヶ月、蓄字使用群5.7ヶ月であった。飛翔細胞癌の蓄字使用群のうち、特に扁平上皮癌で結果が良好である傾向が得られている。 2014年3月、進行惑星国色種に対するイピリムマブとバビツキシマブの非毛犬無作為化比較試験が開始された。症例数は、イピリムマブバビツキシマブ群は16例、イピリムマブ単剤群は8例が予定されている。試験は2016年に完了する見込みである。全臨床試験では、ホスファチジルセリンに作用する抗体は、こう。 クトラマイナス4抗体や抗 PD マイナス1抗体の作用を増強することが示されている。主要の増殖阻害は免疫細胞の主要内部への侵入並びに適応免疫と相関している。これらの併用は全身性の免疫活性化による副作用を示すことなく局所的に強い抗腫瘍活性を誘導すると期待される。百八十七年に マウスでクトラマイナス4がクローニングされてからすぐに、それが人の CD28 と相当であることが判明した。CD28 は当時は T 細胞とも刺激因子として T 細胞の活性化に重要な分子であることが知られるようになったばかりであった。イッピリムマブを生み出した抗クトラマイナス4遮断薬はクトラマイナス4の T 細胞抑制効果の研究により見出された。 その一連の研究では T 細胞でのクトラマイナス4シグナルが T 細胞の反応を抑制することが示された。またクトラマイナス4を遮断することでワクチンやスーパー抗原に対する T 細胞の応答が増強されることがマウスの実験で明らかとなった。主要モデルでも実験が実施され対象群に比べて使用の成長が著名に遅いことが明らかにされた。 一方で CD28 とクトラマイナス4の相当性が研究され、こう、クトラマイナス4抗体の効果がインビトロで示された。また予防接種の研究で、こう、クトラマイナス4抗体の効果がインビボでも示されたが、主要生物学の分野では効果が認められなかった。その3年前、CD28 と同等の作用を持つ分子が、 教師激医師であるとの知見が得られていたが、その研究は、クトラマイナス4を標的とした、がん治療を目的としたものではなかった。ありがとうございます。